今は西松屋です。お買い物中です。またお買い物ですか？お買い物大好きです。西松屋です。どれ？また？何？もうみんな楽しそうよ。ママも買い物大好きです。よいしょ。今日はミルクとか、あれどっか行った、一人、誰か一人一生懸命読んでます。これ普通のパンツ、一生懸命読んでます。これ普通のパンツ。どれ？これテープ式でないの？テープ式ちゃう。一生懸命おむつを持って買う、おむつ選んでますよ、一生懸命。こっちは早く買ってよ。それ L? L? うん、あっても8から12キロやけん、ああ無理な、子供の L だ。うん、モンのおむつが誕生日50周年で、イベントグッチからおむつまで全部50周年のお祝い。何？やめてこれ。おむつを一生懸命。でも4から、あ、でも4から8キロなんや。うん、これでいいんかな。おむつを選んでます。パサーン。これでいいんか。これ82枚入りやな。敏感肌設計やな。これでいいんか。これでいいんか。82枚入り。おむつを選んでる。私のカバンも持って。おむつ。あとミルク。アプリの会員持ってますよね。ないんで。かわいいですね。かわいい。してんの。何してんのあんた、また。買うねん。何してんの。でもこれ876円買ってやって、これ買う。知らない。いやーもう、この間服買ったでしょ。こっちはもうこんな感じですよ、もう。ダメダメ。この間テッポ買ったやんな。無理、ダメ。もう遊んでますよ。買い物とりあえず終了だよね。あと1個で終わり。あと1個で終わりですよ。ほら真面目にやってますよ。女の子は大変よ、もう買い物にこんなことしてるんだよ。おしゃれ。もう嫌よ。嫌。はい。この間買ったよね。買った。はい。買った。買って。誕生日プレゼントで買って。全くない。行くよ。今はお買い物ブラブラです。ブラブラやんな、みんなでな。学校のゴーグル買わなか。あ、タオル買った月。重い。